これを最近使ってます。あと美顔器は使ってますか？美顔器はあんまり使ってません。白髪ケアどうしてますか？白髪ね、なんか自分では見える範囲にはねまだないです。後ろはあるのかな、どうなんだろう、ちょっと今度美容師さんに聞いてみます。前髪は自分で切ってますか？切ってます。ナナちゃんに最近会いましたか？会いましたよ。クリスマス当日にみんなでパーティーしました。ヨミチーのパーソナルカラー知りたいです。私も知りたいです。なんでしょうね、パーソナルカラーって結構先生によって変わったりするのらしい。忘年会に出すお料理を教えてください。忘年会はみんなでお話ししたいので、結構ケータリング取ったりとか出張シェフの方に来ていただくことが多いです。はい、今一番行きたい旅行先、旅先は海外にやっぱりしばらく行けてなかったので海外も行きたいけど、あ、バンコク行きたいです。バンコク行ったことないんだけど、行ったことある方いるかな。そう、なんかすごい楽しいよって聞いて、で割とすごいいいラグジュアリーなホテルとかもお手頃な値段で他の国に比べたら泊まれるって聞いたので、で子供も楽しいって聞いて、そうバンコクはね気になってて、結構周り誘ってるんですけど、来年行けるようになるといいなって思ってます。はい、まつげはホットビューラーですか？そうです、ビューラー、普通のビューラーで上げてからマスカラして、で最後にホットビューラーでこのまつげの毛先を整えている。お子さん何歳ですか？来年10歳です。今9ですね、小3です。はい、妊娠中どれくらい体重増えましたか？これは参考にしてほしくはないので、ちょっとこれは伏せとこうかな。はい、先生の言うことを聞きましょう。子供にはスキンケア何かしてあげてますか？子供はスキンケアね、結構やっぱベタベタするのすごい嫌がるから、あんまりね濡らしてくれないんだけど、でもうちスイミングも今週1でやってて、やっぱりプールの塩素とかで結構荒れたりするので、本当に痒そうにしてるときは、もうこれアマゾンで買ってるんですけど、ヒルマイルドクリーム、これを塗ってます。はい、おすすめのカラコンはあれじゃない、ナチュラリじゃない。はい、関西弁話しますか？関西弁ね、この間もちょうどその話になったんだけど、私東京に出てきて高2から一人暮らししてるんですけど、東京で。なんで、なんか上海で生まれて、でその後京都で5年ぐらいか過ごして、で東京がやっぱり一番長いので、東京というか標準語が一番やっぱり話しやすいは話しやすいんだけど、関西弁とか方言が私個人的にすごい好きで、で中島咲ちゃんっていうモデルの子がいるんですけど、彼女は福岡出身で結構方言が出がちな子なので、なんか一緒にいるとちょっと持っていかれたりとかで、関西弁も関西自体のお友達とね喋ってるとやっぱりね持っていかれるから、関西人と話してると関西弁が出ちゃう時がある。でもどうなんだろう、もうね離れてから長いからちょっとエセっぽくなってるのかもしれないです。これちょっと面白いな。はい、スポーツ選手が好きで LINE してるんですが、私からグイグイ行ってもいいと思いますか？どうやったら落とせるかな。スポーツ選手が好きで LINE してる、スポーツ選手、ミーポさんはスポーツ選手の方と LINE をしてるってことですかね。グイグイ行ってもいいんじゃない。スポーツ選手は私はちょっとお付き合いしたことがないからどうなんだろう、どういう女性が好きなのかわからないけど、どう、みんなどう思う、どうやったら落とせるかな。でもね、好きな気持ちをちゃんと伝えて両思いになったら一番いいよね。
年末年始は太る予定ですか？私は太ります。太っちゃうのかな、どうなんだろう。でも、私ね、本当に自慢とかじゃなくって素直に聞いてほしいんですけど、食べない、ちゃんと食べないと痩せてしまう体質なんですよ。はい、モデルの子で、ね、多分他にも同じ体質の子がいると思うんですけど、だからね、ちゃんと食べたり、お酒飲むのが一番私は体重が増えやすいというか、お腹周りについたりするんですけど、それ以外はね、あんまり実はこう、でもスナック類食べないのは大きいかもね。なんか炭酸飲料とかあんまり魅力を感じないです。でコンビニで買うものも本当にだからなくって、ミミガーを見つけると結構買い占めてしまうんですけど、クリスマス、エミチはサンタに何をもらいましたか？もらってない、それがあげてないし、サンタさんにもね、ちゃんとやんなきゃね。こういうの結構本当にないないになってっちゃいますね。娘にはちゃんとサンタが来ました。はい、妊娠中気になる、太ったの痩せたのだけ聞かせてください。痩せる人いるか、座りすぎてみたいな。太りましたよ。太った、もちろん増えました。体調管理で気をつけてること、ビタミンのサプリは取ってるのと、あとは福光屋のバテンっていう、ミトコンドリアドリンクとを飲んでます。あと何しようかな。でも本当にね、なんか正しいものをちゃんと正しく食べる、あんまり添加物がたくさん入ってるような食べ物は、買わないし食べないしですね。正しいものを正しく食べるっていうのと、朝はお味噌汁すっごい好きで、お味噌汁は毎日もういくらでも飲みたいぐらい大好きです。口紅ちょっと一回、これじゃああれにしようか、コメント拾おうかな。今日の口紅はベースに塗ってるのがケイトの、リップモンスターの102、ちょっと使用感ありありで申し訳ないんですが、結構ブラウン味が強いリップ、艶がありますの上に、ちょっともうちょっと赤みが欲しいなと思って、クラランスのねリップコンフォートオイル3番をちょこっと載せてます。人と一緒に暮らすのって難しいですか？そうね、人と一緒に暮らすのは難しいけど、楽しい時もやっぱり多いし、なんか癒してもらえたり、こう共感してもらえることで、やっぱり一人では得られないものもたくさんあるので、ね、自分の人生において何をこうプラスしていきたいかとか、何を大事にしたいかだよね。人と一緒に暮らすかどうか、諦めないといけないことももちろんたくさんあるし、なんか疲れてんのに会話しなきゃいけないとか、例えばね、なんかね、いろいろ気をつけなきゃいけないこともあるけど、でも1+1は2みたいな感じで、楽しさも2倍、なんか悲しいこともシェアして、こうちょっと楽になれたりとかしますよ。アーカイブ残した方がいい？どう？ちょっと残そっかな、1週間ぐらいね。1日3食食べますか？1日3食食べない日もある。そう、なんか仕事してると気づいたら夕方みたいな時もあって、そうなんです。なるべく食べたいんですけどね。夜は炭水化物結構少なめにしてるかな。お昼はがっつり食べるけど、結
結構ね人一倍割と食べちゃうので、あの夫にもエミと同じ食事をしてたら俺は太ってしまうからダメだって言われますね。ちょっと質問をたどります。はい、桜の PV 見返すことはありますか？自分ではないんですけど、やっぱりあの本当にあの桜って名曲だよね。名曲なので、いまだにこう時を経てもみんなこうカラオケに行ったりした時にはあの歌ってくれる周りの友達もいっぱいいて、 その都度ね結構あのエミちゃんいたって連絡もらったりしますね。はい、次いきます。そう、これ行こうかな。これちゃんとね、なんか SNS でお伝えできてなかったんですけど、今猫2匹です。そう、もともと私は動物が大好きで、一番多い時でなんか同時に5匹いた時とかがあったんだけど、あのやっぱりあの命あるものはね、いつか天国に旅立つっていうことで、今は2匹です。今年キイちゃんが、旅立ってしまって、私が一人暮らしして初めて飼ったワンちゃんだったんですけど、17歳で、そうなんです、もうこれは年だからしょうがないっていう感じなんですけど、はい、なんで今は、B ちゃんとダニョ猫2匹です。アホ毛が可愛い、ありがとう。アホ毛ね、しょうがないよね。おばきゅうみたい。そう、そんなに立ってる。カラコンしてますか？今してないです。私 ICL っていう、まあもともとすごい目悪くて、あの 0. 視力でいうと 0.08 とか 0.1 ないくらい本当に悪かったんですけど、あの ICL っていう手術をして、目のね、これ言うと結構みんなえって感じになるんですけど、目のなんて言うんだろう、ちょっとスリットを入れてレンズを埋め込む ICL っていう手術があって、それをやったんですよ。そう、なので今はまあ埋め込んではいるけど、裸眼っちゃ裸眼です。今日の服見たいです。今日は、ラウタシーのブラウスを着てます。そう、レーシックとはまた違うんですよ。なんか ICL の方が多分ね、不都合があったら取り出せば自分のね元々の目に戻るから、そう、 ICL で目腫れましたか？腫れませんでした。うん、はい、そう、ミレもやったよね、 ICL。最近結構みんなやってるかも。なんかレーシックはね、ちょっと一歩踏み出せなかったんだけど、 ICL はやりました。娘さんへのクリスマスプレゼントは何をあげましたか？AirPods が欲しいって言われて AirPods をあげました。はい、あと10分だ。内面で心がけていることはありますか？そうですね、やっぱり私はなんだろうな、こう年を重ねるとすごく自分の中に蓄積されていく経験だったり、こうそういうので割と固まってっちゃうってこういうことなんだろうなって最近ちょっと実感をした時があって、なんかあんまり柔軟性がなくなっていくって、もしかしたらこういう瞬間からこうなんだろう膨らんでいくのかもって思ったことがあったんですよ。何がきっかけだったのかはちょっと忘れちゃったんだけど、なのであのいくつになってもちょっと柔軟でありたいなって思うので、あんまりこう、いやそれは違うよとか、こういう時はこうするでしょ普通とか、あんまり思わずに受け入れ体制を整えておきたいなって心がけてます最近。はい、
後動物が増える予定はありますか？今のところないですね。あとだからやっぱり動物の死って、まあ、家族なので本当何回経験してもやっぱり悲しいから、一旦ね、まあ、分からないけど今のところは予定ないです。はい。なぜそんなにほうれい線がないのか、ほうれい線ですごく言われるんですけど、投稿のコメントとかでも、なんでしょうね、なんか多分ね、でもメイクさんに言われたことあるのは、顔にあんまりそもそも多分お肉がないらしくて、肉が薄いって言われたことがあります。なので多分こう下がってないのかな、なんでしょう。そうなんですよ、美容医療とかね結構みんなやってらっしゃるけど、そう、周りもやっぱりね本当に美容医療がすごくお手軽になってきたから、どこでもねできるし、結構みんな抵抗がなくなってきてるから、仕事の現場でも結構そういう話題でね盛り上がることも多いんですけど、正直私はハイフはねチャレンジしたことがなんとあるんですよ。実はあるんだけど、正直ちょっとね分からなかったの、効果が分からなくって、であとこけてしまうのが嫌だったから、なんならちょっとこうなりたいのね、どっちかというと、だからこうそげたくないですって言って、なんかそげないように位置を変えてやっていただいたんだけど、だからあんまり分からなくって、もう多分やらないです。そしてちょっとね、私は痛みは苦手でした。はいね、地まつげですか？地まつげです。そう、最近だからね、ビューラーがなんかマスカラ上手にできた日ってすごい嬉しくない？最近ねなんかねうまくいくんですよ、マスカラが。顔にお肉がない方はハイフあんまり効果見られないですよね、やっぱりそうなんだ。病んでしまうことはありますか？病んでしまうときね、病んでしまうときあんまりないです。そう、なんか忙しくする方がいいのかもね。余計な時間がこうできたりするとなんかやっぱりそこまで考えなくてもいいのにみたいなところまで、その自分の想像の中だけでいろんなことをね、本当はそうじゃないかもしれないのに発展させてしまって、で余計落ち込んじゃうみたいなことってあると思うんですよ。なのでなんかちょっとスポーツするとか、ちょっと趣味に打ち込むとか、なんかもう映画見てちょっとその主人公からパワーもらったりとかするといいと思います。 YouTube やらないですか？ YouTube ね、そうなんですよ、でも YouTube は多分やらないです。はい。インテリアにこだわりはありますか？インテリアにこだわりあります。インテリア大好き、家具大好き。はい。ベビッチと口喧嘩したりしますか？口喧嘩、口喧嘩してるのかな、なくはないか。もう称賛だけど、本当にね普通に大人かなってずっと私は思って接してるので、言い合いはあるけど、でもすごくいい子です。はい。ゆきやだ、ポジティブガールだもんねってね。ポジティブが一番いいよね。旦那さんと結婚を決めた理由が知りたいです。旦那さんと結婚を決めた理由はこれは本とかインタビューでも言ったことがあるんですけど、私たちは、付き合って2週間で私がプロポーズをしていただいて、その3ヶ月後に入籍をしてるんですよ。でその前に、まあ割と長めにお付き合いしてた方がいたんだけど、まあ、お別れして、その後今の旦那さんと仲良くなって、で2週間でプロポーズって普通されないし、普通さ2週間でプロポーズってしないじゃないですか。だから、
こういう人っているんだなって思って、で一番こう彼に惹かれた理由はいい匂いだったんですね。本能的になんか香水とそのなんだろう、その人の匂いが混ざってすごくなんだろう、いい感じの匂いに なって、それがすごく魅力的だなって思ってたんですけど、なんか2週間でこの今後ね、私に2週間でプロポーズしてくれる方ってまあそういないだろうなって思って、ちょっと2週間だと何かしら疑ってしまいそう詐欺とかってこと、面白い、詐欺ではなかったんですけど、はい、幸いね。だからちょっとね、身を委ねてみるのも時にはいいかなって思って、まあたかが結婚っていうふうに思ってた部分もあったので、なんかね、何事もねあんまり考えすぎないで、でも多分本当にその時はあまりにも期間が短かったので、もちろん周りのお友達にも紹介しきれてなかったんですよ。なのでなんかもうちょっと結婚することになりましたとかって言ったら、いやそもそも誰ですかみたいな話になって、そう、周りには結構ね心配されたし、多分全員から離婚するって思われてたと思います。だけどもうすぐ10年経ちますよかったです、はい、結婚願望はなかったんです。質問に今ねコメントであったけど、結婚願望はなかったので、事実婚でいいタイプですっていうことも彼にちゃんと言ってたんだけど、それでも言ってくれたから、はい、乗ってみましたね。長さじゃないよね、なんか結婚してから恋愛したらいいやって思いましたね、はい。これ質問、アイライナーは目尻のみですか。アイライナーはインラインを引いてから、ちょっとね赤茶っぽいアイラインでこう際を上からぼかしつつ、リキッドで目尻だけすごく細くちょっと長めに引いてます。はい、宿毛かけてますか？かけてません。今日はストレートアイロンをしてます。次何にしようかな。インライン落ちるタイプなんですが、落ちにくいコツはありますか？インライン落ちる、油分かな。なんかお粉この辺までちゃんと一回してみるといいかも。あと何、涙とかでなじにじんじゃうみたいな感じですか。一回でもね、なんかなんだろう、アイシャドウがよれちゃうとかそういう方もその前にちゃんとお粉でこうマットにしてからやると結構崩れないので、やってみてください。30分経っちゃった。じゃああと3問いきます。どうしよう。子供が生まれてすぐには自分のスキンケアや服装などを気をつけられなかったりしましたか？スキンケアはちゃんとやってたけど、やっぱりでもまあメイクする、フルメイクをもちろんする必要がなかったので、出かけない時とかは、でも出かける時は本当にもう抱っこしながらメイクしたりとかしたし、お洋服も、まあ、授乳がしやすい洋服はあるので、なんかあんまりすごいこう自分が自分じゃないみたいなことにはならないようにしました。はい、あと2
も。ごめんね、全部の質問拾えなくてすいません。お気に入りの香水はありますか？これ結構ね出たのでいきますね。香水は出番が一番多いのは、私はちょっとラベルがハゲてるんですけど、マドエレンっていうところのレッドムスクが一番出番が多いです。マドエレンのレッドムスクね。はい、最後、エビチが考える自分の長所と欠点は、自分の長所は私はポジティブ、欠点からいく、長所で終わらせたい。欠点は、人の話を遮ってしまう時がある、直したい。あとは欠点、お腹が空くとどうしても不機嫌になりがち、朝に弱い。はい、長所は割と誰とでも仲良くできます。長所、楽しませたい、楽しませたいみんなを。あと、人と人をつなげるのが得意。まだあるかな、長所ありますかね。長所、自分のこう気持ちに素直でいられるです。ありがとうございました。はい、どうかな、ちょっと年始また30分ぐらいがなんかちょっといい、ちょうどいい感じそうなので、また時間を見つけてそうだよね、話ね遮る人は確かに嫌われるもんね。そうだよね、なんかね出ちゃうんだよね、言葉が。遮ってるつもりないのよ、ごめんなさい、直します。はい、じゃあまた年始時間を見つけてやりますね。これ1週間ぐらいアーカイブに残してみます。ありがとう、みんな良いお年を。ありがとう、来年もよろしくね。バイバーイ。